13,500円ほどか。まあ、とりあえずこれを中心にやっていこうかなって。なぜこれを買ったかというのは、ファミマでライズアップの新商品が出たんで、いい加減ライトを近づいた時も変えたいなということで。はいはい。4の 600LED ビデオカメラ用 AC 電源アダプター付き新品のカメラを買ったんで紹介します。こんな感じなんですけど。というのは、今ここに使っとるやつが、遠くはここら辺はいいんですよ、まだ。これぐらいの距離だったら。いや、暗くても、MacBook でごまかせるんですけど、iMovie の編集で。こうやってなんだろう。例えば、こういうのか。食べ物でもいいが、こうやって近くにして、昼間寄った時になんかめっちゃ暗なんですよ。暗いとこだといいんだけど、それがなんか気に入らんくて。で、YouTube で結局、Google じゃないけど、なんて言えんの ?YouTube っていうの?いや、造語で作ったけど。YouTube で調べてみたら、結局これぐらいのでっかいの ?600 ぐらいの。要はあれか、LED の数か。があるのを買った方が早いよーって。その中でも、これがなんか比較的一番安価な部類で、要は安くて。で、まあまあ、性能もいいと。Amazon の売れ筋でそれなりにあってというところで買ってみました。そんなんで、とりあえずレビューしていきます。袋はいらないあれだね。それで、これが電源なのかな。でも電源ある方があれやね。その外出先とか、泊まった先とかどっかで取るなら、なんだろう。後で見せます。バッテリーある方がいいけど。室内でなんか引きこもり撮影なら、こういうあれだよね。電源そのまま差しっぱなしのが、線なんかどっちみちだに、見えんから、ありはありかなって。これでね、13,500円でしたね。ユンヌオ 600LED ビデオライト。要は LED の玉が600あるってことか。んでカメラやビデオカメラ用の AC 電源アダプター付き。こんな感じですね。中国製だよね、これユンヌオっていうのは。そうだね、中国語で書いてあるもんね。はいはいはい。こんな感じですか。まあ割と多分でかいんだね。後でちょっと比較したいと思うんですけど。とりあえず開けます。買って1ヶ月ぐらい経つね。レビューするのに。他のことやっても全然あれだよね。手が回ってないというか。よし。QR か。ハックされんよな。説明書は、中国語と、英語ぐらいかな。中国語と英語だけですね。まあそんな見る機会もないでしょうということで。それで、なんか作りいいの。うん?あ、下になんか入っとる。まず、こいつに、下になんか入ってますよ。これが、リモコンか。リモコン。これがあれか。この取っ手か。それで、おなじみのフィルター。箱はちょっと置いといて、この子も置いといて、まずは本体を、これもいらんね。いらない子だね。それで、開けてみましょう。こんな感じですね。裏これあれか。電池もいけるんだ。こんな感じですか。あれだよな、このカメラ用の電池あるね、多分。こいつので多分いいと思うんですけど、これはちょっと後で試してみます。あ、タイム。以前買ったカメラのこっちについて後で見せます。の電池が多分、つきますね。こんなところに、こんな感じですか。バッテリーでもいける。熱い、ちょっとタイム。せっかくなんで、こんな感じですか。あ、いいんじゃないここ。わ、すげえ明るそう。
っとこれ嫌がらせになるとかね、自分でやってみますよ。何これ、いった、これはあかん、これうわ美白になる、ちょっと嫌がらせだけど、おうおうおう、いいんじゃないか、これちょっと嫌がらせだけ、あちゃちゃちゃ、こんなあれか、こっちいいんじゃないですか、これなんかいろいろボタンってわからんな、これなんだこれ、消えんくなった、なんだこれ、あ、消えた、押すと消えるんだ、はい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 、わかりました、これでもつくということで、2つ使わな、これあかんのかね、こんな2つあるんだけど、うん、硬いな、なんだこれ、取れんか、何これ、ダットン、あ、取れた取れた、あ、びっくりした、わかったわかった、ここあれなんですよ、ここを押して取るんですよ、はいはい、ではちょっと簡易的にコンセントをついでみましょう、持ち運びっていう点ではあれか、あ、でもバッテリーがあるでか、あんま外出先のなんかあれだよね、ホテルとかで照明焚いて撮っとる人撮るんかな、あ、でもわからんわ、コンセントがこれあれだな、長いでいいですね、とここ、ここか、ここ、ここだな、で、繋ぐと、それでどんなもの明るさになるんだ、ちょっとこっち向きでやるで、このセントだからって別に強くなるわけではないですね、それでこれを見せたいな、要はこんな風になっとって、ちょっと眩しいでこっち閉めますよ、これでスイッチオン、それでここに数字が出ますよね、光こんなもんか、これで光量ですね、最大どんだけまでいくんだ、50ぐらいってこと、あ、上がるな、逆だで数字があるか、8、9、99まで、99まで上げたのがこんな感じですね、何これ、近づけるとあんまあれなんだ、これ当て方もなんか難しいな、はいはいはい、それでボタンはポチッと押すとこれで消えます、あ、簡易的に、あとは何があるんだこれ、なんかいろいろ機能があるな、これはちょっと触りながらですね、 HRDCC5 なんかよくわからない、他は特にないか、それで最後にこれが、ここあれか、こんな感じのところ、これなんだ、これ何に使うんだ、どこへつければいいんだ、これ三脚へつけたいんだけど、これを何にしたいんだ、これ何、三脚になんか立てるやつかまなかんな、これクイックシューみたいなやつ、ひょっとしてなんか嫌な予感していいんだ、これなんかいるんじゃないか、これで下のマウントを一緒に使ったらいいか、だったらとりあえずじゃあちょっとこれに変えますこれ今最大の明るさにしとるんですけど、めっちゃやばいぐらい明るいよこれ、何これ、いやわざとこうやってやっとるんですけど、これを外してここにあったシュー、要はこの三脚についとったシューをこいつにつけてつけたんですけど、これとこれ今まで使ったんですよ、
これが今買ったやつ。これめっちゃ眩しいな、なんかちょっとこんな風なの。もう一個あれか、三脚買った方がいいんだ。これがこんなもんぐらい、まあ、歴然ですもんね、差は。せっかくだからこれをちょっと別のとこから試しましょう。実際にどうです、こんな感じで両方最大にして撮っとんですけど、横からじゃ分かりにくいですもんね。一応室内の照明はつけとんですよ、こんな感じで。正面行ってみますか。どうです、いや明らかに歴然ですよね、これ差は。いや全然眩しすぎるわ、これは。後ろから見るとこんな感じですね。試しに右を消してみますわ。右を消すとこんな感じ、両方消すとこんな感じです。電気も消してみましょうか。電気消すとこんな感じ、電気消して今回買ったやつだけつけるとこんな感じか。それで右だけつけるとこんな感じ。これはあれですね、三脚をもう一個買った方がいいですね。それでせっかくなんで、あ、眩しさや、なんかこれが標準ぐらいか。あ、本当目がやられてくる。あ、画面がなんかこれが、うん、これでいいんか、なんか全然あれだな、これ使い方になれんな。おおお、なんだこれ、眩しい。5500と3200系、チャンネル1、チャンネル2、チャンネル1、おお、チャンネル2、あれつかん、チャンネル3、チャンネル1、チャンネル2、チャンネル3、何これ、これで要はあれか、5500。あ、こういう感じで使えないんですね。今5500円のこれをつけてない状態、一つずつ上げていきますわ。これでこうやってやった方がいいか。一回、あれ、どう、うん、あ、こっち、当たり前だな、こっち向けなダメだな、あれ、なんだこれ、うん、あ、そうか、チャンネルをこっち向けなあかんか、こうやってやっとらあかんか。それで、あ、つくな、いいな、向きで。ちょっと一回を消し、下げて、消して、つけます、オンで、それで、一回、二回、三回、四回、五回、六回、7回、8回、9回、ここら辺でも変わらんすね。なんだこれ。これでちょっと眩しいので、どんなもん、これぐらいか。こんなもん、これぐらい、これぐらいだとちょっとあれか。はあ、はあはあはあ、全然あれですもんね。比べ物ならんな、これと。だもん、いや、これがマックスだもん。消して、これ1、2、いや、もうこれであれですもんね。何これ、3、4、うわ、半端ないな、これ眩しい。これぐらいでいかんと、これぐらいじゃないとなんか直視できんな。当てる位置とかを考えなかったね。あんま顔がなんかこれだと軽すぎる。これぐらいか。3200円はどうなんだろう。3200円はわからん。なんだこれ。ここら辺は全部ないんだ。これちょっと使い方を調べなあかんせんよ。うわ、眩しい。まあでもいいんじゃないですか、これで。そうしや、なんだろう、これで、近寄った時の、あ、これに映してないか。もうできるもんな。まあ、これ、ちょっとあれは、いろいろ試してみます。はい、そんな感じで以上。いや、終わるよ。わからんすもん、これよ。なんか。中国製激安ストロボ、ユンノーの
600LED ライト電源アダプター付きでした。詳細欄にリンクを貼っておきます。13,500円ほどか。まあとりあえずこれを中心にやっていこうかな。なぜこれを買ったかというのは、ファミマでライズアップの新商品が出たんで、いい加減ライトを近づく時も変えたいなというところで、はい、そんな感じで終わり。